父がいる、ウルトラの母がいる、そしてタローがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。夏の休暇をこの美しい信州の山あいで自然に囲まれて過ごそうと、沙織や健一と共にこの村にやってきた。孝太郎さん、孝太郎さん、大変だよ、ちょっと来てみて。どうしたんだい。今すぐそこにこんなでっかいトモがいたんだよ。健ちゃん、荷物もほどかないうちに遊びに行っちゃダメじゃないの。カニや魚がいっぱい泳いでるよ。荷物なんか後にして取りに行こうよ。ケンちゃん。はっ。えい。おっと。あ、元気だね。さあ、釣り竿貸してよ。僕、魚を釣りに行きたいんだ。あ、いいとも。いや、どうですか、部屋の居心地は。ええ、とても涼しいですよ。眺めもいいし、本当に素敵ですわ。あの部屋がうちで一番いい部屋なんですよ。よかったわね。おすぎ、向こう行ってなさい。さあ、おすぎ。誰？気持ち悪いや。ケイチ。女房なんですがね。ごめんなさい、弟が無作法なこと言ったりして。いえ、いいんです。実は二月ほど前、やっと恵まれた一人息子に亡くなられてしまいまして、まあ、5つになったばっかりだったんです。そのショックで女房は記憶喪失にかかってしまいました。医者にも見放された息子を何とか助けたくて、三日三晩千羽鶴を折り続けて、今も千羽鶴との生活が続いています。しかし子供を見ると何か思い出しかけんのか、じーっと見つめるんで、近所の子供も寄りつかなくなりました。そうだったのか。お気の毒に。そうだ、今日は村の神社の夏祭りなんですよ。ああ、夜になったら河原でたくさん花火あげるよ。やっほー、孝太郎さん、お姉ちゃん、見物に行こうね。ああ、そうだね。ああ、いらっしゃい、いらっしゃい、大きい綿豆ですよ。花火見ていこう。
花火だ。それボンって行くんでしょ。こっちの家じゃない、聖火花火の方がいいか。いらっしゃい。あ、行こう行こう。ね、あら、小太郎さんどこ行っちゃったのかしら。ばあ、もう行っちゃう、行っちゃって。ねえ、早く花に行こうよ。酒花火が終わっちゃって。信州の夏の夜の花火が夜空を焦がしているちょうどその頃、地球の上空に遠い宇宙から旅をしてきた水星怪獣フライングライドロンの母と子の姿があった。そして子供のフライングライドロン、花火を夜に咲く珍しい花だと思った。いたずらっ子は道端の花を摘もうとするように花火に近づいた。あんなに晴れていたのに。やあ、宝太郎さん。宝太郎は何か異常なものを感じている。母怪獣は子供を探すために雷のような声で呼びかけ、稲妻のような光で地上を照らし、子供が大気の中で乾いてしまわないように水分を送っていたのである。どこへ行くんですか。調べてみます。あの声はどうも怪獣の声みたいな気がしますから。怪獣だったら今夜のうちにやっつけてしまいますから安心してください。いけません。はすぎ、何を言うんだ。いけませんよ、あんなに悲しげに泣いてる子供をいじめようなんて。悲しげに泣いてる子供。さっきもお話したように雷や雨の音まで子供の声に聞こえてしまうんでしょ。さあ、どうも。さあ、向こう行っといて。いけませんよ、
母親だってあんなに困って泣いてるじゃありませんか。孝太郎さん、もう少し様子を見てからの方がいいわ。この嵐の中じゃ危険だわ。とにかくざっと本部に連絡して調べてもらおう。静かだった村はその晩、限られた地域だけが徐々に激しい嵐に見舞われていった。そして翌朝、カジはもうどこかに行っちまったのかな。コンドルとスカイホエールだわ。大将、敵さんはまだ動き出さんか。ええ、今のところ向こうの山陰に潜んでるようです。よし、じゃあまず偵察だ。東と北島はコンドルへ乗れ。はい。孝太郎さん、気をつけてね。僕もここから応援するよ。いけませんよ、そんなことをしちゃ。母親の身になってごらんなさい。どんなにかつらいでしょうに。何を言うんだ、お杉。この方たちは怪獣を退治して我々を守ってくださるザットの方たちじゃないか。だって子供には何の罪もないわ。奥さん、大丈夫ですよ。たとえ相手が怪獣でも何にも悪いことをしなければザットはいじめやしません。本当？東、もたもたするな。はい。あれだ。恐ろしくでかいやつだな。しかし副隊長は2匹いると言ったが、もう1匹はどこへ行っちまったんでしょう。あいつ一匹だけで持て余すぜ。先制攻撃をかけてやっつけちまった方がいいかもしれんな。北島、あくまでも偵察だぞ。部活に手出しをするな。翼に怪我をしているようですね。隊長、あそこにいるやつは小さい方の怪獣です。あれが小さい方なら大きい方はどんなにすごいやつなんだろう。その大きいやつが見当たらん。ほら、油断ならんぞ。子供の怪獣は泣き疲れて眠っていた。フライングライドロンには地球の大気や引力は重すぎ、一度降りてしまうと飛び上がれなくなってしまう。だから母親は高い空から子供を見守るしかなかったのだ。先輩、これは凶暴な怪獣だな。だから先制攻撃をって言ったんだ。子供の怪獣は怯えているだけだ。しかしザットには暴れているようにしか見えなかった。そしてその鳴き声は遥かな上空の母親を呼んだ。来た。それじゃ上と下から挟み撃ちじゃないか。かわいそうに。ほら、かわいそうに。
怪獣が暴れて山や田んぼがどんどん潰れていきます。副隊長、攻撃命令を出してください。副隊長、あの川の下流地区のところにダムがあります。もしあれが壊されたら、この雨です、下流一帯は大洪水になります。副隊長、よし、もう攻撃だ。あの子だって。Thank you.
よ。大人が子供をいじめて泣かせちゃ。ほら、母親だって気をもんでるじゃありませんか。いけませんよ。太郎には分かった。怪獣の子供は空にいる母を恋しがっているだけだと。そして翼に怪我をし、大気や引力に邪魔をされて飛べないのだと。いけませんよ。地球に住むものであろうと、宇宙に暮らすものであろうと、親と子の愛情、母の愛情に変わりはありませんよ。東はどうしたんでしょうね。あら、ダットの皆さん、暑いのにご苦労様です。いや、どうぞ中へ入って。 あなたすいません、ん私が。え、いや、お前、俺がわかるか。いやね、あなた、いやさ、どうぞ。本当にわかんだな。あなたあなた、どうしたんですかね。よかったわね。孝太郎さんは？おーい！あ、孝太郎さん！東！お前どこ行ったんだよ！孝太郎さん！おじさん、奥さんは？いや、バカ！ここにおられるじゃないか！おったんだよ！さあ、君たち、ウルトラの国ってどんなところだと思うかい？デザインを変えてすぐ送ろう。無情なコンクリートの街が儚い命を拒むとき、怪獣キングゼミラの逆襲が始まる。さあ、来週も見よう。